つて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。すべてを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものは。父上。ここまで味方に一度も会わなかった。戦った。どう考えてもおかしい。まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。平八、これにあり。あ、はい。直政、戦参。
ち道に迷ってしまいました。ここはどこなんですか？この世界に来たばかりか。死ぬ。敵の言うことを鵜呑みにはできない。悪いが排除させてもらうぞ。ここまでですぞ。これより先へは行かせません。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるな。戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか？いやいや、敵の言うことなど信じられませんな。
奴は追ってきていないようですね。あの凄まじい力は一体。見たことがない建物や。それを判断するには材料が少なすぎる。それにしてもこの先何が起こる。聞くとしましょう。どうやら他の使い方もできそうです。